だからまあ、なんとかね、その後開けてくれて、まあ国も当たり前ですけどね、エンタメ事業のことをちゃんと守ろうっていう意思はありますから、まあ前回も、あの徐々に、あの規模を大きくしながら解禁されていったじゃないですか。多分そうなることが予想されるから、そうなってきたら、まあなんとかまたみんなお仕事がもらえて、食っていけるんじゃないかって思う部分あるってことですかね。うん,なん、そういうものを提供したいっていうのが一個はありますし、まあもちろん、あの、全部が、 あの今竹野内社長言井社ましたように全部人助けとか全部が、えー、あのあれ稼ぎとかそういうじゃなくてト,トータルで見て頂ければ分かるかなと思すあのトータルで見ても、はい、まあはっきり言って、うん、自分の歌編曲する自信がありますよっていうのも,もう全部エゴだと思うんですよ。 僕はね、うん、だって自分の商品には自信がありますっていうのは誰でもそう思ってることだと思うんですよね。必ず満足させるものを作りますっていうのも、まあ正直先ほど僕がこう、まあ徳永秀明っぽいの好きだなって言ったものに対して出してきた曲も、別に徳永秀明っぽくないんですよ。で、それに対して例えば、これはちょっと違うんですけどねって言われたら別ですけども、ほらねっていう感じで出されてしまうと、あ、全然僕の感情分かってないよねってなってしまって。す <laughs> ません。たまたま,ま、えー。たまたまかもしれないんですが、やっぱりそういった点から、もう、うん、いいものができるとはちょっと思います。 思えないこれはあのビジネスの関係でもそれはあると思いますとでその中でなんかエゴでやっぱりこう曲を作りたい広めたいと思われてる助けたいと言いながらも助かる人は結局いないんじゃないかっていう僕たちの思い僕たちって言うとあれですけど僕は思ってしまってますと今ねどうしてもその助かる人ってどう考えてもいないんじゃないかなっていうのが、うん、僕は確かにお金は持ってるんですよ確かに。 うん。一人で持ってるかもしれないですよ。でも同じ1万円なんですよ、僕からしたら。1万円で買えるものは同じなんですよ。なので、うん、無駄なものにやっぱり出したくないと思うのは僕の考え方で、それはやっぱ曲げれなくて。どうしてもですね。で、その、いい曲をっ作ってもらえそうだったら出そうかなと思ったんですが、ちょっとさっきのやっぱ曲聴いてて、僕の好みとはやっぱりあまりにも違ってて、うん、ちょっと書いてもらえそうにないのかなっていうのがあったので、ちょっとそこは、 また違うのかなっていう思いがあるっていう。僕のちょっと考えを伝えてるだけなので、それでどうってわけではないんですけどね。あんまりこうそういうなんだろうえっと、うん、金金っていうことをすごい言われるとすごくこっちは金で生きてないんでちょっと頭に行きました。 ごめんなさい。すいません。言い過ぎすいません。いえいえ。すいません。はい。<だ>以上です。ちょっと、お金の番組なので、はい、<は>そうですね。わかりますはい。ただお金だけじゃないじゃないですか。この、この、お金だけじゃないじゃないですか。この番組って。お金だけなんですかお金で全て解決するんですかそうじゃない人いっぱいいますよ。よお金じゃなくて、僕は、この格しますけど、ドブ、ドブ拾いもしました。熊本で、足を捻挫しても、 病院代も出さ自分で出しました自分で熊本城の石を削って一個一個働きましたでも無償ですけどそれ入院しましたでもお金は僕で払いましたそんなことでもでも熊本の人にが笑顔で笑顔でもうそれで助かりましたよかったですそれでいいじゃないですか支援物資を運びましたそれでいいじゃないですかもちろん何千万ね 高野さんがやっても、高野さんは何千万払ったかもしれないけど、俺は一千も払ってませんけど、そこに行って何十人のミュージシャンたちと一緒に運びました。募金も募りました。それ、それも、それも、い<や>それは本当<で>申し訳ない。心でやってる、ね。で心でやってるだけなんで、いやいや心が動かないやつは、いや確かはちょっと自分発言してもいいですかどうぞ。ありがとうございます。あの、二人の価値観にそんなに大きな 違いはないように見えるんですよ。お金っていうのが便利な物差しとして表現として使われてるだけで、あくまでこう、喜びとか物の,の価値を表す、あくまで数字として便利だからみんなお金そのものを使うし、話上でも使うし、この番組でもお金置いたりお金の話が分かりやすいから出るだけで、別に僕らはそのお金が全てとか、お金が第一優先とかっていうのは誰もいなくて、 だから、なんかその、こう、お金っていう表現の好き嫌いみたいな話になっちゃうと思うんで、そこはちょっと誤解なのかなっていうふうにも思います。すいません。これだけはやっぱり言っときたいのが、お金を僕出すっていう話をね、5000万にしても何にしてもそうなんですけど、このお金って僕、寝ずに働いて貯めたお金なんですよ。で、今でも24時間中寝てる時以外は僕仕事してるんですね。で、そうやって稼いだお金。まあ、 しんどい思いの仕方は違うと思うんですよね。例えば、ま、熊本に行って、どぶさらいをするっていうのも手だと思いますし、助ける方法として。でも僕はそれはできないから、僕は違う方法で稼いで、それを違う形で、お金という形で、あの、入れてると。ただそれだけなんですね。で、だから僕、僕そこにエゴはないですと。ここに確かに、僕5000万入れましたよなんて偉そうに言っちゃったんで。じゃあ俺なんでエゴだって言ったんだよ。お前はエゴだって言ったんだよ。えっと、エゴ。 あなたはエゴだって言ったよね、今。あの、自分の曲が 100, 100万の価値があるっていうのはエゴじゃないかなって思ったんです。いや、あなたの仕事はいくらの価値があるんですかえっと、それはお客様がつけるものだと思ってます。今日、そのなんか、漢字的にはですね、やっぱり出してほしいと頼まれてる状況なので、なので、いや、それが絶対いいものだから出してほしいって言われると、いや、それは絶対いいものだから出してって言われても、申し訳ないけどそこはエゴだと思うんで、 ここに来てる人はそのみんなそういうお金と希望金額を言ってそれをと一生懸命説明する番組ではない,ないんですかえっと、まあ、納得した人がだから払うんですよね。いやでもそれを説明してるだけで出してくれっていうのは言ってないです。うん、出してくれは言ってないか。皆さん出してくれっていう人は来てるんじゃないですか分かんないですけど僕も。